シェール・バハドル・デウバは、ネパールの政治家。現在、同国首相、ネパール会議派当主。シェール・バハドル・デウバ2002年10月のギャネンドラ、国王のクーデターでは、首相の地位を追われている。しかし、デウバの復帰を求める、政治的抵抗に押されて、2004年にギャネンドラは、スーリア・バハドル・タッパに変えて、彼を首相の地位に復帰させた。二千五年二月一日、 ギャネンドラは政府を解散し、再びデウバを解任し、申請を行う。同年6月から2006年2月13日まで、国王はデウバを汚職の罪で投獄した。これより先、2002年にデウバはネパール会議派におけるギリジャープラサードコイララの独裁的な党運営に反発してネパール会議派民主を結成するが、 2007年9月21日に両党は再び統合する。2008年4月10日の政権議会選挙でデウバは小選挙区で当選している。同年の首相選挙にネパール会議派から立候補したが、防波派のプラチャンダに敗れた。2017年6月7日より4期目の首相を務めたが、ネパール会議派党首として臨んだ2017年、ネパール総選挙では、 ネパール共産党統一マルクスレーニン主義派に第一党の座を明け渡し、2018年2月15日に首相を退任。2020年末より公認の KP シャルマオーリ首相が2度ほど会員解散を試みたが、いずれも最高裁に却下され、特に2021年5月22日にオリ首相がビドヤ・デビバンダリ大統領に進言し会員が、 解散された後にはネパール会議派などからデウバを首相に就任させる要請願が出され、最高裁は7月12日に5月22日の会員解散を無効としたほか、リ政権存続も認めず、バンダリ大統領に対し2日以内にデウバを首相に就任させるよう命じた。これを受け7月13日にバンダリ大統領より首相に任命され、5度目の首相就任となった。 ありがとうございます。